次の子供の部で3曲目と4曲目と三宅と太鼓林を連続でお聴きしていただきますと、子供には元気にやってもらいたいので、お客さんも頑張れなど応援をお願いしたいです。まだ今リオオリンピックもやってて、日本は熱こもってんで、その熱を子供たちに向けて応援をお願いします。じゃあお聞きください。Thank you.
ございました。子どもたちの演奏をお聴きいただきました。私たちはですね、ここ地元大須商店街で活動をしております大須太鼓保存会というんですね、保存会というからには、この和太鼓をですね、ここ大須でつなげていかなければなりません。ということで世代交代という意味も込めて、若い高校生の男の子2人に MC を初挑戦してもらいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まだまだですね、緊張もあると思いますので、これから、続々と、練習を重ねていってほしいなと思います。今子どもたちも、一生懸命演奏をしていたんですけれども、後ろから見ていると、次お前あっちだよって言いながら、こう入り際にこうやって押したりなんかしてね、こうちゃんと押し合って頑張ってやってるなと思って、私はちょっと安心をしました。これからも保存会きっと、ここで演奏を続けられるんじゃないかなと思いました。私もですね、今はもういい年になってしまいましたが、かれこれ20年前はあの子どもたちと同じように、あの法被を着てですね、演奏をしていました。早いものであれから20年、こんな年になってしまいましたが、これからもこの地で頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。